福島着いたけどさ、暑くて何もやる気起きないよ。そうだね、だるいね。ねえ、だるい。ダンライザー。さっきだるいって聞こえたけど、僕のこと呼んだ？僕は白川市を守るダルライザー。ダルマがライズ、起き上がると組み合わせてダルライザーって言うんだ。君だるいって言ってたけど、白川ではだるいはね、何度でも起き上がって立ち向かうっていう意味なんだ。だからこれからね、暑いかもしれないけど、白川のいいところ、福島のいいところ、そして美味しいものとか綺麗なものたくさん見に行こうね。さあ、行くぞ。ああ、パーソンだ。すごい。あ、来た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 。眉毛がつるで、頬にある大きい眉毛みたいなのが亀にこうなってるんですね。それがね、松竹梅って言って、あー、めでたい柄が全部ここに。だってこれ好きな風にやっていってやつやな。あ、はい、あ、これだって。こちら好きなように描いていただいて構いません。あ、はい、墨の手はこちらになります、はい。これ金、うわすごい、金で描けるのか。こっちが金色の手だって。あ、分かった、はい。どっから描く？眉毛から描いた方がいいんじゃない？ここ？やっぱ眉毛からね。面白いね。すごい面白い。やっぱこういうの好きだからさ、いっぱいやっちゃう。なんかあとはもう金で描くとこしかなくなっちゃった。あ、そう。じゃあ金いっちゃってください、金。はい。同じになった。あおあ、結構かっこいいな。そういうことだ。かっこいいよ。そういうことね。自由ってことは、これひらがなとかも書けるってことなんだ。書いていい、書いていい、書いていい。僕のだるまですね。これあげるとね、眉毛になるよ。おー、ほんとだ。同じだ。あ、これ、ほら。そういう意味ね。そうそうそう。あー、同じだ。そういう意味。ほんとだ。はい、栄心くんも見せて。お、眉毛って、ほら、ちゃんと栄心って書いてあるじゃん、うん、すごいすごい。そっちも書いてあるのか。え、そっちも書いてあるのか。結構こうなんかリズムよく斜めになっててかっこいい、うん、いいじゃん、うん、いいのできた。いいね。パパ教えてもらって。パパはそれで前前って書くじゃん、前って。前って書いた。パパっぽい。威厳のある感じの金で丸めてみました。はい、雨も降ってきたけど、次何すればいいかわかんないよ。ああ、そうか。じゃあね、そんな君には女のどうかな。ズボロクガイドって言って、これはね、困った時に行き先をサイコロで決めるんだよ。おお、ズボロクで行き先が決められるんですね。そう。すごい。で、サイコロ持ってないでしょ、うん、サイコロ持ってないよね。これね、スゴロクガイド使ってくれた人はこのサイコロあげるからね。おお、これってあのダイスの。そうですね、敵のライバル、ダイスの。サイコロちゃんと口が入ってるでしょ。うん、すごい。口入ってるから。これあげるから、中開けてサイコロ取って転がしてみよう。はい、この上でいいよ、紙の上で、はい、転がしてみて。コロン、せーの、2。じゃあ、パガーダルマだから、ここね、脇本陣、柳屋と、こうやってね、行き先を決めるんだよ。面白いね。これが、ガイド専用の車ですね。あ、すごい。これで僕がガイド。かっこいい。じゃ、これあげるから。ありがとうございます。雨の音がすごいけど、じゃあ行こうか。何にするの？ラーメンでいいの？ラーメンの醤油。ワンタン麺の方です。美味しそう。早くも来ちゃったの。すごい美味しそうじゃん。すいません、こちらお願いします。
ごい。ほら、美味しそうだな。れいちゃんのもすごいね、美味しそう。お、見てこれ。しじれないんだ。おー、美味しそう。いただきます。僕はごまタンメンでいただきます。うん、美味しい。ごまタンメンも醤油ですね。美味しい。ありがとうございます。夫婦して食べて、夫婦して。どうですか？美味しい？美味しい？あ、よかったね。よかったよかった。お腹いっぱい。ごちそうさま。あ、食べきったね。食べきったじゃん。白川、楽しかった？うん、楽しかった。本当に美味しいもんも食べられた？うん、よかったね。じゃあ、これからね、白川の旅はここで終わりだから、福島のまた別なところで遊んでくるんでしょ。はい、うん、じゃあまた会おうね。はい、ありがとう。ありがとうございました。はい、また会いましょう。はい、それじゃあ続いて虫テックワールドへやってきました。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、はい、かっこいい建物だね。カブトムシカクだって。え、カブトムシ、クワガタムシ。お、ここにいっぱい虫が。すごい。でっかいとクワガタっていい。あ、こんな。でっかいでっかいでっかい、これでかい。これはクワガタだね。そうそう、クワガタ、クワガタ。クワガタでっかいな、これ。いやー、びっくり。びっくりした。気づかなかったね。ここ、改善チャンネル。創作工房で行われております。お、すごい。わ、見て上。でっかいトンボいる。本当だ。でっけえ。触覚が動いてる。高いお洋服を着けるすごい虫さんなんだよ。そう、これ糸出す虫だよ、これ。本物だって。触っても大丈夫なの？ちょっとパパ触ってみるよ。じゃあ、触ってみるね。うわ、柔らかい。あと、冷たくて気持ちいい。うん、柔らかくて気持ちいいよ。触ってごらん。触んない。これあれだって、糸だ、糸。出来上がって、さなぎになると、さなぎになるときに糸を吐いて、あの、居心地のいいお部屋を作る。これか。そうそうそう、これこれこれで、これをね、人間の勝手なんだけど、これをお湯で茹でてほぐすと、すっごい高いトンなん、木の汁。これ、じゃあ一個持ってみるね。どの子がいいかな。はい、持ちました。うぅぅぅ、映ってる、映ってるね。はいはいはい、さよなら。はい、さよなら。ほら、これ綺麗でしょ。わ、南米のカブトムシだって。これ羽広げてる、南米のカブトムシ。これが一番綺麗なショックだよ。あー、綺麗だね。うん、すごい、ピカピカ光ってんな。お、いいよいいよ。しっかり見てね、しっかり見てね。お、おい、オッケー。はい、入れました。オッケー。これは振るんだって、はい、振って、これで、これで終わりのものができる。もうちょっといっぱいやってんじゃない。200回ぐらい。揉まないで、揉まないで、200回ぐらい。もうちょっと上でやって、上で。こんなんでいいのかな。これだ。ねっちょねっちょ、あ、してるしてる、ねっちょねっちょ。うわー、すごい。手を出して言うんだよ。はい、手出して、手出して。え、ちょっと待って。見た、ほらほら、いくよ、出る。うわー、気持ちいい。
気持ち悪い、気持ちいいでしょ、気持ちいいじゃん。あー、落っこっちゃった、落っこっちゃった。やめて。あ、面白かったね。じゃあ次行きましょうか。はい、はい、行きましょう。はい、失礼します。ありがとうございます。これ何だろう、わー涼しい、あすごい涼しかった。いや冷えるね、冷えてる。なんでこんな音違うの。水がなんか水が流れてる音がしてるよ。ここだ、ここの温度が消えてきて、わすごい広い、すごい。怖い。ああ、でもパパこれぐらいが好きだな。涼しくていい、気持ちいい。これは低い。これは低い。パパ当たっちゃうよこれ。あそこさ近い。鍾乳洞はどうやってできたのって書いてある。おお。水がキャッチできたんだ。そういうことですね。ほら。ああ。ネチャネチャしてないんじゃない、これ硬いんじゃないの。触ってごらん、冷やされ。あ、硬いよ全然。え、待ってよ。あ、ここ狭いね、ここ気をつけていきましょう。狭いな。はい、あ、こんなところに、こんなところが。あー、すごいすごい、うわ、こっちすごいよ、すごいね。シールとかってすごい、見て上、針みたいだよ。おすごいね。すごい、こりゃ探検だな。福島楽しかったね。うん、うん、また来たいね。うん、えちゃんどこがよかった。ここ、阿武隈道良かった。パパはね、ダルライザー良かった、やっぱりかっこよかったよ。うん、また来ましょうね。はい、今ならじゃらんネットではふるさと割クーポンを配布中です。はい、下の説明欄の方にリンクありますので、気になった方はですね、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ、また会いましょう。